コントレイルが後2戦で引退することが分かりました。天皇賞秋とジャパンカップに出走し、有馬記念には出ずシュボバ入りします。検証場だからな。最後に強いところ見せてもらいたいもんだ。今年3戦で終了か。タイマーに感づいているんかな。史上最弱三冠馬になっちゃう。天皇賞の着順次第で引退しそう。馬はただ一生懸命走ってるだけだから何の問題もない。極ガルフ中だけ走らせたいんだろう。グランプリに一度も出走しない無敗の三冠馬。史上初の年度代表馬になれなかった三冠馬。検証馬に本当になれるのかな？天皇賞はさすがに勝つよな。疲れが取れないとかでジャパンカップ回避しそう。去年の今頃は親父超えたとか言ってるアホがいましたね。この世代マジで弱い。来年はアリストテレスかディープボンドがこの世代のトップか。秋天でマカヒキに先着されるようなことになったらとんでもないことになる。アーモンドアイだってグランプリを一回しか走っていないからな。合わないコースを無理に走る必要はない。最後に無敗の三冠馬の力を見せてくれ。そういえばデアリングタクトはどうなったんだ？去年の今頃は無敗の三冠馬が2頭も出たと騒いでいたが、その2頭が今年ここまで空気になるとは想像できなかった。神戸新聞杯の時はオルフェーブルくらいに強いと思ったのに。有馬記念でマカヒキ、ワグネリアン、シャフリアール、コントレイルで4世代ダービー馬対決をしてほしかったな。三冠後未勝利で引退とかさすがにないよな。で、種付けはいくらくらいの想定？